恐るべきモンスター闇外道が復活した。封印するには8人の角王の力が必要だ。絶対に見つけ出すぜ、俺たちの手で角王を。バディファイ、どういうことですし、天部を食らって完全復活ではないんですし。うん、どうやら食いすぎて消化しきれてないでしょ。天部の力が大きすぎたのね。当分はこの状態が続く。今までのお返しをするべし。不安定だから近づかない方がいい。早く言うですし。やっぱりアホだげ、マゴロクは。特別休暇？お前は当分バディポリスユースの任務を行う必要はない、そういうことだ。でも闇外道はじっちゃんを、五角竜王を吸収して完全復活しようとしてるんだろう。一刻も早く他の角王を探し出さなきゃいけないのに。角王探しは他の者に当たらせる。それに闇外道が再び我々の前に現れるまでまだ時間があるはずだ。今お前がやらねばならんのは、ドラムが真の核王となるための手助けをすること。そしてお前自身が核王のバディにふさわしいファイターになること。以上だ。一体どうすれば核王にふさわしいファイターに。一体どうやれば真の格王になれるって言うんだよ。よ、お邪魔します。持ってきてやったぞ、お前の宿題。こんなに。特別休暇の間に勉強の遅れを取り戻すようにって。そうか。なんかいろいろあったみたいだな。本部のビルも壊されて、バディポリスの人たちはどうしてるの？ああ、ほとんどの人は超千葉バディカード管理庁第二支部と超横浜第三支部の一室を借りて、天の鈴コンツェルンに届いた核王に関する情報分析と調査を行ってる。バディポリスユースは？タスク先輩をリーダーとして全国どこにでも出動できる体制を整えてる。全国どこにでも？どうやって？バディポリスユースの臨時本部は移動可能なんだ。うん、タスク様のリーダー就任を祝して、せっかく私が臨時本部を提供しましたのに、肝心のタスク様がいらっしゃらないというのはどういうわけですの？おまけにガオー君まで休暇中だなんて。ザンヤもいないよ。それはどうでもいいですわ。
ていうか、そこはタスク様の席、おどきなさい。わお、うん、タスクは今調査に出ている。覚王に関する有力な情報が入ってきたのでな。調査ならそこにいる平単位に任せればいいんですわ。俺のことかよ。うん、悪い、俺がまだまだ本調子じゃなくてな。覚王の情報もこの臨時本部もあなたのおかげで我々は手にすることができた。まあその通りですけど、いずれ全ての覚王が見つかった時には全隊員があなたに深く感謝するだろう。もちろんタスクやガオーも含めて。タスク様やガオー君も、うん、ありがとう、天の鈴先輩。心より感謝します。あ、そういうことでしたら仕方ありませんわね。一緒にお茶でもしながらタスク様の帰りを待ちましょう。伯爵、ガオー君の席に座ってもよろしくてよ。おお。ナノマシン忍者対決、白夜バーサス月影。立派な角でござるな、さすがは覚王。暁よ、なんでござるか兄じゃ。これはサイだ。確かに見た目はサイでござる。しかし拙者が調べたところ、普通のサイは角が2本でござる。このサイは1本のみ。きっと兄者の探しておられる一角獣王がサイのふりをしているに違いないでござるよ。うん、暁よ、これはインドサイなのだ。インドサイの角は1本、ここにも書いてある。本当でござる。月影、何を驚いている。お前は一度一角獣王と戦っているではないか。一刻も早く覚王を探し出さねばならぬというのに。兄者、一角を見かけたでござる。本当か。違う、こっちでござる。これも違う。今度こそ暁。暁のいい加減な情報に振り回されて手がかりすらつかめぬありさま。次こそは必ず見つけるでござる。もういい。兄じゃ。少し気分転換していくか。兄じゃ。いらっしゃい。兄じゃさん。やっとし。覚王見つかりました。今も捜索中ですよね。どうしてここに。まさか覚王がいるとか。捜査上の秘密だ。気分転換？じゃあファイトしましょう。今日はファイトをしに来たのではない、カードを買い求めに来たのだ。へえ、兄じゃ。相変わらず無礼な人ですね。毎度。レアカードが出るといいでござるな。めったに出ないからレアなのだ。何？コマンダーアイ、バディモンスター反応です。場所は？場所は超渋谷の商店街、第三ブロックの私たちも他の支部に行きましょう。司令官たるもの、何があっても本部を離れるわけには。起こして。白い月影。やあやあやあ、お待たせしたでござるんるん。遠く刀ワールドからザンヤ殿のバディがただいま水産でござるんるん。兄者のバディ、うん、しかし僕には。いやいやいや、ザンヤ殿の言いたいことは重々承知してるでござるぬ。すでに自分にはバディがいると。ところがこのバディ甚だ頼りない。そこで
拙者が参ったでござるんるん。ナノマシン忍者としてより優れたこの拙者が。ナノマシン忍者？兄だと。いかにも拙者はナノマシン忍者白夜月影の兄でござるんるん。拙者が来たからにはお主はお役御免、刀ワールドに帰るがいいでござるんるん。にん。だがそれはいきなりすぎるでござるよ。いやいやいや、残夜殿のご懸念はごもっともでござるぬ。ここはいかに拙者が月影より優れているかご覧に入れよう。よいな月影。うん。まずは短距離走、位置についてよーい。より速く、より高く、より遠くへ。忍者たるもの素早い情報収集能力が必要でござるんるん。書写対決。なるほど、これなら月影が。拙者は10倍の速さでござるんるん。そして忍者といえばやはり忍術対決。しかも拙者どもはナノマシン忍者、ナノマシン忍術対決でござるんるん。ナノマシン忍術、ナノナノネの術。消えた。ここか。月影でござる。あいつはどこに。ナノナノネの術とは、より小さく、より多くに分身する術でござるるん。いただかしてござるるん。これでキレンらも分かったはずでござるんるん。どっちがバディにふさわしいか。月影、皆に別れを告げ、刀ワールドに戻るでござるんるん。月影とお別れ、そんなの嫌でござる。より優れた者がバディとなるのが残夜殿のためでござるんるん。ご理解くだされ。でも、バディモンスターとバディを組むのはバディファイトのため。どちらが優れているかはバディファイトで決めるでござる。そこまで言うなら暁殿と月影でかかってきなされ。拙者と残夜殿で返り討ちにするでござるんるん。待て、僕は月影と拙者、勝った方が残夜殿のバディでござるんるん。妙なことになってしまったが、まあどんなモンスターか知っておいた方が良さそうだな。バディファイハンドリー、 an all new pack filled with powerful hero world cards. Heroes of Justice Clash with Dark Heroes. Which side is stronger?Shadow vs. Hero, now on sale! Check this out too! Buddy Fight 100! 100 demons, devour everything! Devour as much as you want! Yummy Ghetto, sate your hunger! Feast! Lord of 100 Thunders, now on sale! Bushy Road! Card Fight Vanguard G! With the power of our bonds and our possibilities in hand, shine forth towards our future!Booster Pack Soul Strike Against the Supreme, available October 2nd, Bushy Road. Card Fight Vanguard G! Let's all sing together in harmony! About the sparkling skill life of the items! Cloud Booster Academy of Divas! The new semester has begun! And check this out! Kasane-chan からだわ。大変、ザンヤ君と暁君がバディファイトするんだって。あ、兄弟対決か。見に行こうぜガオ。ああそうだな。バディファイトあるところ、ナナナパルコあり。ナナナナ、なんとザンヤ選手と暁選手のキサラギファイトだ。絶対に負けないでござる、月影のためにも。ザンヤ殿、あんな生意気な弟など拙者が入った強力デッキでガツンと蹴散らしてやるでござるんるん。先行はザンヤ選手。こっちこっち、今始まるところだよ。和級忍者水波をセンターにコール。お相手つかまつる。水波が登場した時、デッキからサイズ1以下の忍者を1体手札に加えることができるでござるんるん。それ言うの私の役目。水遁流水の踏み。電子忍者試練を手札に加え、そのままライトにコール。サイバーアナライズで2ドロー。我が弓に貫けぬものなし。うわ
The move end. え？負けたらバディチェンジ？そうなの。月影は刀ワールドへ帰っちゃうんだって。そんな。それでいいのかよ、ザンヤ。ステルス忍者、霧隠れ斎藤はレフトに。加速忍者、ハヤテをライトにゴール。月影をセンターにバディゴール。うん、バディギフトでライフ回復。水波を倒すでござる。うん、うん、キャッサイ起動、潔白斬り。味方のモンスターが倒された時炸裂するカウンター魔法だ。霧に隠れて影を切る。変異抜刀無残投降。ファイナルフェーズでござる。絶命陣を設置セット。絶命陣か。ザンヤと似たようなデッキらしいな。暗剣忍者積雪をライトに、和刀忍者八文字をレフトにコール。積雪剣山、いざ尋常に勝負。水切りの太刀、村雨を装備。さあさあザンヤ殿、攻撃でござるんるん。分かっている。暗剣流乱れ残雪。月影和刀流、あ、一刀中断。抜けば玉散る我が愛刀、水切りの太刀、村雨。The move end. 素晴らしい。しかし村雨はターン終わりに露と消える定めにござるんる。だからそれは私の役目。 Your move. ドロー、チャージ&ドロー。月影は絶対に刀ワールドに返さないでござる。センターにコール。うん、暁選手、再び月影をコール。ライトにコール。拙者の切り札、月影献身モードでござる。うん、月影のそっくりさん来たー。月影献身モードは月影がドロップゾーンにいるとき打撃力がアップするわ。全ての攻撃が決まれば大ダメージだな。防御魔法を使えばいいだろう。だが絶命陣にセットしたのが被験星砕きだったら。さあ兄者、防御魔法を使うでござる。そうすれば兄者は拙者の布石を踏んだでござる。絶命陣発動、星砕き。カウンター魔法を無効にしてダメージ3を与えるでござる。そして拙者のバニールモンスターの打撃力は合計7。勝ったでござる。兄者に行け、忍びの者たち。いざ、うん、うん。サンヤ選手、全てのアタックを受けて大ダメージ。 The move end. どうして防御しないでござるか。お前の考えなどお見通しだ。やっぱり星砕きみたいね。となると迂闊に魔法は使えない。どうするザンヤ。村雨を手札に戻させてもらう。なんと村雨がドロップゾーンから戻ってきた。センターにバディーコール。いやいや、お待たせしたでござるんるん。ナノマシン忍者白夜、ただいま水産。サトスコープでチェック&チェック。ナノマシン忍者白夜、属性忍者、サイズ1、攻撃力5000、防御力1000、打撃力1。能力を2つ持っています。こっちはセンターを月影が固めているでござる。それに残りライフは5。いくら攻めてきても守りきれるでござる。うん、え、あ、暗剣流乱れ残鉄。影をスルーしやがった。先鋭だ。刀ワールドにも先鋭能力を持ってる奴がいたのか。皆の者を解くと五郎次郎、これが拙者の真骨頂でござるんだ。とセンターにモンスターがいるのにファイターに攻撃、先鋭だ。ギャスト打ち攻めの術防いだ。これで拙者の勝ち。ではござらぬぞ、ザンヤ殿。分かっている、白夜の能力発動。手札を全て捨てる。手札のモンスター以外のカードを捨てることで拙者は何度でも攻撃できるでござるんるん。これぞナノマシン分身殺法。すごい。こりゃ相当強力なバディだぜ。ドライブちょうだいでござるんるん。ござるんござるんるん、ござるんるんるん。
Game End. Winner, Kisaragi Zanya. Tsuki Kage! Wakare wa tsurai de arou ga, kore mo yakusoku de gozarunrun. Otonashiku Katana World e kaeru de gozarunrun. Boku wa sonna yakusoku wa shite inai. Imasara sonna koto iwaretemo komaru de gozarunrun.このファイトに勝った方がザンヤ殿のバディとなる。そういう約束だったでござるんるん。君が勝手にそう言ってただけだ。確かに兄者は一言も、そうでござったか。いやいやいや、そうであったとしてもどちらがバディにふさわしいかは火を見るより明らかでござるんるん。さあさあ、すぐにバディ変更の手続きを。確かにお前は優れたモンスターだ。それでは。だが一つだけ欠点がある。おお、いかなる欠点でござるんるん。口数が多い。ござ、どうして僕が女子を苦手にしているか分かってるのか。おしゃべりだからだ。女子は口数が多い。こっちが頼んでもいないのに勝手に話を進める。おまけに人の話を最後まで聞かない。その通りでござる。お前もだ。人の話を聞かないから、サイを一角だと思い込むのだ。面目ないでござる。口数の多いものは僕のバディに向かない。お前をバディにすることなど問題外だ。そんなでござるんる。僕のバディは月影だけだ。これまでも、これからも。出会った時に分かったのだ。僕らは互いに選び合ってバディになったと。やった、一緒にいられるでござる。よかったでござる、よかったでござる。それでは拙者は何のために。よければ僕のデッキに入ってもらえないだろうか。お前の力は必要だ。もちろんでござるんる。拙者残夜殿のためとあらば、たとえ火の中水の中。ただし口数は少なめにな。これで兄弟一緒に戦えるでござる。これからは兄上の指示に従い誠心誠意戦うでござるんるん。兄上？月影は弟だったのでは。ナノマシン忍者の世界では生まれた順番に関係なく、優れた者の方が兄と呼ばれるでござるんるん。実際は拙者の方が後に生まれたでござるんるん。残夜殿が月影をバディに選んだとなれば、拙者は弟ということで。何にせよ兄弟仲良くが一番でござるんるん。そうだな。では僕たちも兄弟仲良く力を合わせて一角十王ジウンを探し出すでござる。将軍まで格王と思われていたモンスターですが、登録済みのモンスターでした。角があったせいで格王と誤解されたようです。事件性はありません。了解した。少し寄り道していく。もしかしてガオウのところか。ああ、ファイトに負けた後のガオウ君の精神状態が心配だ。タスク先生のバディポリス講座。今回はナノマシン忍者白夜について解説するよ。はい。ナノマシン分身殺法を操り敵を追い詰めるモンスターカード。手札のモンスター以外のカードを捨てるたびに攻撃を繰り返せる上、相手センターを無視する能力先鋭も使えるんだ。嘘だろ。ドロップゾーンから手札に戻る水切りの太刀村雨との相性は抜群だ。あ、こりゃ白夜だぜ。
けられるさ。僕らなら百鬼ハンターに連れ去られた。何？ファイトするだと？パワーアップしたオイラも力を貸せ。次回オイラがヒーロージャスティスドラムでお前のバディファイト。